シングルマザーの家庭で育った30代男性です公立中学校選択の際にサッカーができる中学校を選択しちゃうんですが人数が少ないからという理由で拒否され人数がウィサッカー部が中学校に進学しました、えー、高校受験では某大学付属校と等際の高校の合計に行こありましたが自分は付属校の雰囲気合わないことや付属の大学に気がなかったので抑えの高校に行きたかったのですが選択権を与えてもらえずそこに進学になりました子供に選択権を与えない親をどう思いますかえっとまずですねあのあなたの問題は 30歳にもなって、そんなことを気にしてるっていう時点で、本当の問題は、高校がどうとかじゃなくて、今の仕事があんまりうまくいってないか、彼女がいないかで、その自分が愛されないのは、親が自分の言う通りにしてくれない、親が自分のことを好きじゃなかったからみたいなので、その自分の今の不幸せを親の問題にしてるっていうんだと思うんですよね。でもあの、高校の時がどうだったとか、親が何を選んだとかって、もう12年前じゃないですか、最低。 まあ、仮に18歳だとしたら。で、もう、あの、30代になって高校がどうとかで、なんか2000円払って酒飲んでるおっさんに相談してる時点で、もうかなりやばいと思うんですよね。なので、とりあえず早めに風俗とか行って、とりあえず、あの、なんか異性に対するそこら辺のなんかわだかまりを、あの、一応吹っ飛ばした方がいいんじゃないかなと思います。はい。 えー、多分、過干渉型の毒親のもとで育ちました。今では実家を出て結婚し別に住んでいます。えー、子育てで悩んでて辛い時に親に助けを求め、電話をし、えー、親らしい返事をしてくれないと悲しくなります。えー、また親離れしない証拠ですかはい、えー。親に親らしくすることを期待しないようにしないといけませんかはい。えっと、過干渉型のも親のもとで育ちましたって言っておきながら、親にその返事とかを求めてる時点で、あの、過干渉ではなんかあなたも親に依存してるんですよ。 その親が良くないよねって言いながら親に自分も依存してるので、どちらかというと僕も岡崎子さんの問題だと思ってます。はい。その、あの、小学生とか中学生であればその考え方はいいんですけど、もうあの、実家でて結婚もしてるんだったら自分の親なんか別にどうでもいいじゃないですか。それをなんか親らしいことをしてほしいみたいな依存とか希望を持ってる時点で、あの、親に依存してる、まあ、共依存みたいな関係だと思うので、さっさと直せばっていうふうに僕は思います。 え先ほど教育損だと言われたものです私は何時反抗期に暴れ出して精神科に連れて行かれましたそこで幻覚や幻聴はなかったのですが統合失調症と診断されました今は自主的に精神科にかい相局性障害でいわれています当時薬漬けで勉強どころでなくちゃんとした判断ができず大学をお愚か高校にもろくに行きませんでした当時の親の判断は正しかったと思いますか、まあ、その 双極性障害になって、精神科に行った以上であれば、勉強どころじゃなかったので、ここに行けなかったって、親の判断ではないと思うんですよね。まあ、その、精神科に行ってそういう診断が出たっていうのは、岡崎さん、岡崎子さんが精神的な病気になったんですよ。で、その精神的な病気になったのは、あの、ま、環境として親の原因もあるかもしれないんですけど、本人の原因もあると思うんですよね。 なのであの全面的に親が正しいか間違ってたかっていうのは現段階ではもう無理だと思うんですよ。でじゃあ原因としてじゃあ親の原因で精神病になりましたってなったとしてもでも勉強ができなくなりましたで勉強ができなかったら大学には入れないよねっていうのはそれは本人の問題っていうのは今の社会では捉えられます。要はその親がとんでもないクソ野郎だから勉強ができませんでしたでも僕勉強できたら絶対東大に受かると思うんですよって言っても「うんでも東大入れないよ」っていうのが今の日本の社会じゃないですか。 その、誰が悪いとか、原因がどうとかではなく、パフォーマンス結果を出せたかどうかっていうところで判断するっていうのが、あの、一応、現社会のものの判断の基準なんですよ。なので、その、親がクセ野郎だったとか、なんかその、死んだ酒物をしてるデブで性格の悪い兄がいて、そのせいで勉強できなかったとか、なんかいろんな理由があった人がいたとしても、でも結果として点数が取れなかったら大学は入れませんっていうのがあるので、なので、その、まあその、 えっと、誰のせいだって思いたいのは分かるんですけど結果としてパフォーマンスを出せなかったらその本人のせいっていうのが今の社会の考え方です、えー、今年21の女で正社員として4月から働き一昨年から親から逃げるような形で母方の祖母宅に居候しています高校生の時から毎月親に数枚渡してるんですがこの前父親の方から高校生前で育ってやった分の親を返せと電話で怒鳴り込んできて父親に受けた DV がトラウマで声が震えてダメが止まらず何も言い返せない自分が悔しくてたまりません えー、来年家族対応をを切る形で処理貸しするつもりですが、捜索されて忍り込んでくるのが怖くてありません。えー、こんな独用にお金を使うなんて嫌です。何か不倫策がありましたらお願いいたします。えっと、あの、オートロックのある家に住んでください。で、おかしな人がいたら、あの、警察に電話するようにしてください。あの、そのなんかね、日本人特有で、その、セキュリティを意識しないっていうのがあるんですよね。要はその、セキュリティのないような家に住んで、変な人が来たら、 あの、なんか、あの、困るっていう。いやいや、変な人入らない家に住めばよくねっていう話なんですよ。あの、オートロックの家に住んだ場合って、オートロックで、例えばじゃあ、あの、誰かがドア開けた状態で勝手にオートロッカーで入ってきました。で、あの、じゃあ、その、あの、エレベーター乗って階段の求めだけど、家の前までピンポーンってした時点で、110番すると、その人は不法侵入で捕まります。 要はその、あの、オートロックの入り口で、まず来た人っていうのは、部屋番号を入れて、その、部屋の主の人に入っていいかどうかの確認をしなければいけないっていうのが、法律上のルールなんですよ。まあ、高い便の人とかたまに、あの、勝手に入ってないでくるんですけど、まあ、それは別にあの、追い出されないだろうっていう暗黙の了解でやってるわけで、本来は、あの、空いてるドアを勝手に入るは違法行為なんですよ。 なので、それで警察に通報して、で、なんかあの、父親なのにこんなこと、けしからみたいな父親言うかもしれないですけど、何も言わなければ警察が来て、まずは警察が連れてってくれます。で、その後に、実は肉親でしたってなったとしても、警察だったら一回起こしてるっていう状態なので、まずは入りづらくなるんですよね。 で、もう一回やったとしたら多分もう警告済みなので普通に逮捕されたりっていうかあの裁判になる可能性があるので、なのでその憎しんだろうとなんだろうとおかしな人に襲われる可能性がある人はオートロックの家に住んでください。あと一軒家とかに住まないでください。 えー、こんばんは。以前、妄想がひどい母について質問したものです。その時はカウンセリングをまず今日のアドバイスをもらいました。えー、母がカウンセリングに今を流すも、母は私は病気じゃない、盗聴器が見つかれば嫌がらせのお手や匂いがなくなると言ってカウンセリングごとしてくれません。えー、受診してもらうために母にどのように流していけばいいでしょうか。えっ、ー、と、じゃあ、盗聴器を探そうって言って、本気で24時間探し続けてください。で、本気で24時間探して、1個もなかった場合はカウンセリングに行くっていうのを、ちゃんと文書でサインしてもらってください。 で、登場機が見つかったらお母さんに謝ってください。えー、姉は毒や精神 がん持ち障害者手帳持ちです。えー、親兄弟に暴力暴言すごかったですが、病気だから見てるふりでした。えー、6年前に姉は子供ができ何か変わるだろうと少し期待してましたが、何も変わらず生まれたばかりの自分の子供にも暴言暴力すごかったです。えー、私は18歳の時に姉から逃げるために家を出ましたが、姪っ子や家族は心配でどうにかならないかと決断したと連絡者が手助けしてくれませんでした、えー。何か良い方向になるアドバイスありませんか。ちなみに本人に何度も注意したことがあります。えっ、ー、と本人に注意してもらうことはないと思います。なので、もしあのたまにその家に戻れるのであれば。 あ,のっの体にあざがないいかかどうか調べてくださいであ,ざがあった場合はそれと写真を撮って通報してください。今の段階で警察や市に連絡したとしてもあの物的証拠がないのであの動きようがないんですよね。なのであのそのあざだったりっていう明らかに殴ったよねっぽい証拠っていうのがあると割と動かざるを得ないので逆に。なのであのそういう証拠をつかむようにするといいんじゃないかなと思います。こっそり録音するとか えー、なんでも否定してくる人って何でしょうか私の母なんですか少し高いものを買えば、なんでそんな高いものを買うんだもっと安いものがある。大阪まで飛行機で来ていれば、新幹線の方が安い。なんで飛行機なんだとあげるわけではないです。どんな心理なんでしょうかまたどういうふうに関わっていく、のでしょうかええー、そうなんだ。すごいね。ありがとう。って言っとけばいいんじゃないですか <laughs> あの、なんでその、否定されたことというのを対応しなきゃいけないと思ってるかわかんないですよね。じゃあその、 なんか、例えばじゃあ僕の,の知り合いの死んだ酒飲みをしてるデブの世界のある人がそう、なんかあの、メイプルシロップをお湯で割ると美味しいんだよねって言って、ああ、そうなんだ、太るからやめたらって僕は言うんですけど、別に彼は気にせず飲み続けるんですよ。なので別にあの、周りが何を言おうと自分がやりたいことはやればいいと思うんですよね。なので別にあの、いちいちそれをちゃんと対応しようと思わなくていいんじゃないかなと思います。 え母は昔から父は私に良いことがあると嫌味を言い、嫌なことがあると笑う人でした。えー、父が病気になり、告知の場で私が必死にお医者様に相談していると、私の顔をチラチラ見ながら、薄ら笑いを浮かべました。えー、その後死はなくなり、諸々も民の最中に私が辛くなると、私を見てニヤニヤしだすのです。笑うところじゃないよというと、私バカにされてるかと思っちゃうんだと思いもよらない言葉が返され、会話になりません。えー、目の前の人の不幸を笑ってしまう死にって何なんでしょうかはい、面白いからです。<laughs> えっと、あの、 周り、目の前の人が幸せな時に、あの、楽しそうにするっていうのは、あの、多くの人がやるんですよ。要は、あの、感情って同調するので、その、楽しそうな人を見てると、自分も楽しくなるっていうのがあるんですけど、で、それって、残念ながら、能力の半分でしかないんですよ。で、あの、人の不幸でも笑えるようになると、基本的に、どんなことでも楽しいんですよ。 なので、あの、友達がなんかすげえ楽しんだ、あなんかいいことあったよと、おお、ベートよかったね、怒ってって言うと怒ってもらえるし、なんかあの、死んだ魚目をしたデブで性格の悪い人が、なんか株でめちゃめちゃ損したっていう時、もう指差して笑って超面白いみたいな。っていうのがあったりするので、その、他人の幸せでも不幸でも僕は楽しめるんですよ。なので、どちらかというと、他人の不幸で楽しめない人っていう方が、その、人生の楽しみ方が分かってないので、そっちの方が不幸なんじゃないかなと思うんですけど。 えー、工事脳機能障害で頭がおかしくなった父が知らぬ間に再婚していたことが先日脱却しました。<laughs> 子供も医療です。えー、と、ここまではギリ理解できるんですが、なぜか10日でその相手とも離婚するようです。子供に相続権が発生することはわかるんですが、謎の婚姻期間が引かれます。この場合、将来的にどういったことを考えられますかちなみにまだ家とか相棒べ義です。えー、と、も、まあ、多分、一産相続の時にその子供が現れるんじゃないですかね。 でただ、あの、その子供が、あの、まあ、あの、本当にその、あの、お父さんの子供なのかどうかっていうところもあると思いますけど。で、多分、あの、古事記の障害なので、あの、さっさと近地さん、近地三社登録をしてしまって、 で、あの、祖母が、あの、そのも、祖母の名義が一回その、祖母が、あの、おばあちゃんが亡くなった時に、お父さんの方に遺産が行ってしまうので、なのであの、生前贈与しまくりの方がいいんじゃないかなと思います。あと、祖母名義の借金作りまくっちゃって、総裁させるとか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に、 不快感を覚えた自分に驚いたんですか写像って。とつくのやめてもらっていいですかそれ明らかにあって、あなたの感想ですよ、ね。<laughs> なんかそういうデータあるんですかあ、それはでもそういう風にしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。<laughs>